こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では全身ユニクロで初夏コーデベスト3というテーマで皆さんに動画をお届けしたいと思っています。今撮影しているのは5月のですね中旬なんですが、今年はですね割と5月でも暑い日は暑いんですけど、天気がちょっといまいちな時も多かったりして、結構ですね初夏の着こなし悩まれている男性が多いんじゃないのかなと思うんですね。僕自身もですね、結構毎日どんな服を着ようか迷っているんですが、その中でも今回は皆さんもですね、結構興味のあるユニクロ縛りでいろんなコーディネートをですね、皆さんにご提案をしてみたいなというふうに思ってます。なるべく予算を抑えながらですね、様々な着こなしを試してみることで、ご自身のファッションの幅が一気に広がるかなと思うので、ぜひ今回の動画参考にしていただければなというふうに思ってます。今日持ってきたものはですね、ほぼですね、今季のユニクロのもので揃えてあるので、そのままオンラインですとかお店で買うこともできると思うので、ぜひですね、お手持ちのものだとか足りないものはですね、一部足しながら初夏の着こなしを存分に楽しむためにですね、ご活用いただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速一つ目のコーディネートから皆さんに解説をしたいなと思うんですが、まずはですね、初夏の中でもちょっと肌寒いなという時ですね、曇りから雨ぐらいの時には何かですね、一枚羽織物があると便利なんですが、一番上に着てるのは、先日の動画の中でも皆さんにご紹介をしました、ユニクロとセオリのコラボレーションのですね、感動シャツジャケットですね。これがですね、まさに初夏にあるとすごく便利なアイテムかなというふうに思ってます。かなり薄くて軽いんですね。本当に着心地としてはカーディガンぐらいの感じで、すごく軽いんですね。ですのでこういったものを T シャツの上にさらりと着るようなスタイルが結構ですね、初夏でも肌寒い時には使い勝手がいいかなと思います。で、内側に着てるのはですね、これも先日ちょっと触れましたが、ユニクロとモマのコラボレーションのですね、プリント T シャツですね。これがね、ちょっとしたアクセントになっていて、個人的にはかなり気に入ってるんですね。白ベースに対して、ちょっとこうグリーン系の綺麗な色合いのものが入っていて、無地 T シャツよりは少しですね、着こなしにアクセント的な要素が加わるので、これも1枚あると便利かなと思います。T シャツの上に重ねてあげて、温度調整がしやすい形ですね。途中で生えてきたら脱いでしまって、T シャツ1枚でも、それなりに様になりますし、ちょっと暑いなと思ったら腕を軽く託し上げるっていう形でも体温調整が可能なので、このような形で作っていただけると、すごく大人っぽいスタイルが簡単にできるかなと思いますね。ポケットもついてるので、これはですね、1枚あるとアウター感覚で着れるし、収納量も困らないので、これだったら僕はバッグなしでも過ごせるかなと思いますね。非常に使いやすいコーディネートなのでトライしていただきたいと思います。で、足元なんですが、今回は思いっきり手抜きをしたいなと思います。今回はというか今回もですけどね、こちらはボトムスですね、ユニクロとセオリのコラボレーション、感動パンツですね、少しリラックス感のあるようなものになってまして、腰もですね、ゴムになってますし、あとはですね、紐がついてるので、ウエストの調整もしやすいというところ、あとは素材がですね、これ、感動ジャケットと同じようにさらりとしていて軽いんですね。ですので、ユニクロの定番のスマートアンクルパンツもいいんですが、春夏、特に初夏から夏にかけては、ロングパンツだったらこっちの方が使いやすいかなと思いますね。シルエットは少しですね、感度パンツよりもゆとりがあるかなという感じですね。特に腿周りだとか、そのあたりにはゆとりがありますし、適度な大人っぽさというところを保ちながらも、トレンド感があるようなシルエットというところでは、このパンツが、この春夏はすごくベストかなと思うので、今回はこのパンツをもう固定でいきたいと思います。で、靴に関してはですね、ジャーマントレーナーのホワイトということで、ちょっと明るさだとか軽い雰囲気を出したかったので、このようなコーディネートにしてみました。簡単なので、ぜひ皆さんもですね、こちらのコーディネートをお試しいただければなと思っています。はい、続いて2点目のコーディネートなんですが、今度はですね、初夏でもちょっと暑い日ですね、そういった時に活躍するような着こなしなんですが、まずはですね、上はもう暑くなってきたら、T シャツ1枚が一番使い勝手がいいかなと思うんですね。僕が着てるのはユニクロ U のオーバーサイズのクルーネック T シャツですね。こちらのブルーがですね、めちゃくちゃ良くて、先日ですね、ユニクロの T シャツの中でナンバーワンに選ばせていただいたのがまさにこちらなんですが、これをですね、主役にした着こなしになっています。T シャツ1枚のスタイルってどうしてもですね、地味になりがちなんですが、この色自体がですね、すごく綺麗なので、程よくアクセントになるのと、あとはサイズ感ですね。僕は身長164センチの53キロで小柄なんですけども、こういった T シャツ1枚のスタイルは少しだけゆったりめに着た方が、
トレンド感もあって、T シャツ1枚でもそれなりに3枚になりやすいんですね。ですので、ワンサイズ上げて、通常は S なんですが、M サイズを着ています。そして、ボトムスに関しては先ほどと同じですね。感度パンツ、セオリーのものですね。これやっぱり気持ちがいいですね。肌に張り付くような感じもないので、すごくこれは使い勝手がいいのと、この T シャツのシルエットとですね、雰囲気を合わせながら、ややゆったりというところが、すごくバランスがいいなと思うので、こちらを合わせています。で、足元はちょっと変えてみました。T シャツとパンツっていうこの組み合わせってめちゃくちゃシンプルでちょっと退屈になりがちなので他のアイテムでいかにアクセントを立つのかここが重要になってくるわけなんですが足元先ほどのジャーマントレーナーみたいな白レザースニーカーでも全く問題ないんですがちょっと雰囲気を変えてあげて今回はグルカサンダルですねこちらは昨年購入しました GU のですね、リアルレザーのグルカサンダルなんですが、これがね、すごく使い勝手がいいのと、デザインもかなり秀逸で、バランスが良かったので、こちらを履いてみました。こんな形で、少し足元で大人っぽさとか上品さを出してあげるのもバランスがいいかなと思うので、ぜひ試していただきたいなと思ってますね。そして T シャツの胸ポケット、こちらはですね、ユニクロのエアリズムには胸ポケットは付いてないんですが、こちらのオーバーサイズの T シャツに関しては、胸ポケットが入っているので、僕はこう、サングラスだとかそういったものをちょっと刺しておいてアクセント代わりにしたいだとかあとはどうしてもですね着こなしが退屈になる場合はこういったカラーレンズなんかを取り入れながら少し持ってあげる感じですね盛りどころがいくつかありましてメガネ、まあサングラスでもいいと思いますしあとは時計ですね時計は僕は実用的な感じではあんまり使ってないんですが夏場はですね肌露出するのでどうしても腕元が寂しいので必ず時計をするようにしています時計そしてまあバングルもこれはしてもしなくてもいいんですが細いものが1個あってあと足元にこういったグルカサンダルみたいな感じでですね持ってあげれば T シャツ1枚のスタイルでもそこまで退屈に見えないかなと思うのでぜひですねこういった着こなしも初夏のコーディネートの参考にしていただければなと思っていますはい、続いて3点目の着こなしなんですが、これまた簡単なので、ぜひ皆さんにトライをしていただきたいなと思うんですが、一番最初の着こなしは初夏の中でもちょっと肌寒い日バージョンで、続いてのスタイルは初夏の中でも暑い日バージョン。そして3つ目はですね、その中間ですね。暑すぎず、かといってそんなに寒くないという時には、このような T シャツとオープンカラーシャツ、この掛け合わせがかなり使いやすいので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っています。内側に着てるのは一番最初に着ていたですね、ユニクロとモマのコラボレーション T シャツなんですね。今ちょっと見えてない状態なので、これは普通の白 T でもいいかなと思うんですが、そちらをベースにしながら、今度はユニクロとセオリーのオープンカラーシャツですね。これも先日ご紹介しましたが、派手さはないんですけど、地味にいいんですよね。通常のユニクロのですね、オープンカラーシャツ、こちらをお持ちの方は、それを着てもらうのも全く問題はないかなと思うんですが、まだこういったものをお持ちでなければ、ユニクロセオリーのものが、程よくゆとりがあって、今のトレンド感にも合ってますし、素材の雰囲気もですね、上品な感じが出るので、こちらがおすすめかなと思いますね。こういった形で白 T を少し覗かせてあげることで、重たくなりすぎないようにするとバランスがいいかなと思います。で、ボトムスに関しては、これちょっと前のものになるんですが、プラス J ですね。こちらのイージーワークパンツみたいなものを合わせてます。まあ色がポイントで、オリーブっぽいものを合わせてもらうと、すごくですね、バランスがいいかなと思うんですね。ブラックだとかネイビーとオリーブの組み合わせは、ちょっとクロート感が出せるので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思います。先ほどパンツはですね、セオリーの感動パンツで行くと言ってましたが、ちょっとですね、前言撤回でこちらのパンツを使ったわけなんですが、感動パンツのブラックとこちらのオープンカラーシャツ、両方ブラックだとちょっと重たい感じがしたんですね。決して NG ではないんですが、ちょっと変化を出したかったので、今回はこちらのパンツを使わせていただきました。シルエットはですね、上半身はほぼジャストサイズで、ボトムスは少しゆったりめという形で、まあ緩やかな A ラインを作ってあげると、ちょっと着こなしが楽しめるのかなというふうに思ってます。で、足元はですね、これ結構何でも合うんですけどね、最初のジャーマントレーナーのホワイトでも合いますし、二つ目のですね、グルカサンダルみたいなものもですね、もう少し季節が進んだらすごくバランスがいいかなと思うんですが、今回はあえてニューバランスのスニーカーですね、グレー系のスニーカーで、足元は2つともですね、ちょっとやぼったさを出したんですが、上半身をブラックで引き締めることで、ある程度綺麗めのバランスをとっています。まあ、このままの着こなしでもいいですが、前を開けてあげてもですね、バランスがいいので、ちょっと開けてみますね。こんな感じですね。まあ、先ほど着ていました、モマとユニクロのコラボレーション T シャツ。プリントがですね、ちょっと見えているのもですね、まあなかなかバランスがいいかなと思うので、まあ軽く羽織物感覚でこういったものを着るのもいいですし、あとは綺麗めに見せたいのであれば、前を閉じてあげれば結構綺麗めな方向に触れるかなと思うので、このあたりはですね、皆さんのお好みで調節をしていただければなと思います。
まあ、こんな形でですね、オープンカラーシャツ、まさにですね、初夏にめちゃくちゃ活用するので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では、全身ユニクロ縛りで初夏のコーディネートをですね、皆さんに具体的に3つご紹介させていただきました。まあ、結構いろんなアイテムを使ったと思いますし、まあ、動画を見ていただいている皆さんだったら、あ、すでにこれは持ってるよっていうものもですね、中にはあったと思うんですね。ですので、こういったものを使ったりだとか、まあ、ユニクロ以外でもですね、皆さんのお手持ちのもので近いものがあれば、今回のコーディネートを参考にしながら、初夏の着こなしを楽しんでいただければなというふうに思ってます。まあ、初夏といってもですね、本当に暑い日もあれば、結構肌寒い日があったりするんですね。今日なんか本当にね、ちょっと雨降ってるので、肌寒いので、ちょっと半袖じゃきついなと思ったりするんですね。そんな時にはですね、こういったショート丈のアウターだとか、そういったものが非常に役立つと思いますので、ぜひ皆さんもですね、これから初夏からまた梅雨になったりするので、この時期にですね、合うような着こなし、楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルではですね、ベーシックな内容をお伝えしているんですが、もう少し初級者から中級者へとステップアップするための動画をですね、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でお届けしてます。こちらはですね、2週間に一度生配信もやってますので、気になる方は動画の下の概要欄からチェックをしていただければなと思います。そしてもう一つですね、最近オンラインサロンというものを始めました。こちらはですね、ファッション系の SNS になってまして、僕のですね、気になるようなアイテムですとかコーディネートをどんどんですね、1日にだいたい5回から10回ぐらいのペースで皆さんにですね、ご紹介をしてるんですね。僕だけの発信ではなくて、サロンの会員さんは気軽にどんどんですね、買ったものだとかコーディネートをですね、アップできるようになっていまして、結構盛り上がってるんですね。大人の男性がファッションについてワイワイと楽しめるような場所を作りましたので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄同じく載ってますので、そちらもチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。